憲第51条まあこれも全体読んだ上でここも読んでみてください個別的自衛権集団的自衛権あとえっ、ー、とね国際連合 UN 加盟国に対して武力攻撃が発生した場合にはね要するにえっ、ー、と連合国軍の組織なんですはい、えー、イタリア1955年ね敗戦から10年たって加盟 UN にね連合国軍に はい。翌年、1956年、日本は11月、12月18日、国際連,連合、UN に加盟。80番目。はい。で、ドイツはなんと1973年です。はい。東西、ドイツがお互いに相手の存在を認め合ったことによって、えー、ヨーロッパの東西、冷静が変質し、まあ、緊張緩和、デタントに向かう措置ができたと。韓国、北朝鮮。 1991年ですよ9月17日同時加盟私があの四星大学お白丹五角堂の五角、えー、別科の日本語講師をしてるときに同時加盟しましたはいそういうことなんです連合国側にあの入れてくださいねっていう、うん、まあ戸ざまみたいなもんですよ我々は でえー、と実は73年のよりも前に第26回、えー、UN, UN 総会、えー、1971年10月18日から、えー、当時、えーと、国連の五大国、えー、常任理事国拒否権持ってる中国側の、えー、議席は中華民国でしただってポツダム宣言だって中華民国でしょ。 でそれに対して、まあ、第三世界を中心にあと共産権を中心に中華人民共和国の方が代表の方がいいじゃねえかっていう激しい議論があって、まあ、アルバニア決議案とかも経て実は、えー、とこれが大変なことだったんですよ。